ラポンです。今日は今髪の毛がピンクなんだけど、このブラウンのトリートメントを使ってどこまで髪色が変わるかをやっていこうと思います。もうすっぴんやばい、顔洗っちゃってさ、今からシャワー入るだけみたいな感じになっちゃった。今の髪色はこんな感じ、めっちゃ綺麗にね、いつも髪の毛を染めてくれてる周平が染めてくれて、ベージュピンクみたいな色にセルフでできるのかっていうのを口コミ見たら、このシリーズが一番いいみたいな書いてあったから、このトリートメントをベタ塗りだとムラができるらしいから、合わせてたシャンプーと混ぜながら使っていきたいと思います。今がっつりピンクだから、やばいすっぴん、こんな感じピンクって感じ。それでは行ってきまーす。ペラチューブ、トリートメントしてきた。トリートメントだとこうやってペタッペタッって塗ってるとムラができるから、あんまおすすめしないって言われてて、だからシャンプーを泡立てて、そこに茶色のブラウントリートメントを混ぜてバーって泡でやろうと思ったんだけど、泡とトリートメント混ぜると泡立たないし、しかもトリートメントに地肌に塗り込まないでくださいって書いてあったし、なんかいろいろミスったなと思って、あんま変わんない。でもああいうのってムラさもそうだけど、一発で変わるもんじゃなくて、日々継続してったらそれがキープされてプラスアルファになるよみたいな感じだから、ちょっともうちょっとねやってみようと思う。本当はこの一発で色変わったみたいな動画撮るつもりだったんだけど、色あんま変わってないから、ちょっとしばらく何回か何日かやっていって動画で見比べてみようと思います。はい、1回目だとこんな感じ。しかも最初ディズニーの耳つけてたからあんま見えなかったかもしれない。じゃあこれからね、ちょっとしばらくあのトリートメントつけていきます。本当はシャンプーが良かったんだけど、あれをね、なんかレビューで見て、調べてる時にブラウンシャンプーで一番いいやつみたいなレビューを調べてて見て、あこれだみたいな、であこのシャンプー買おうってもともと思ってたの。そしたらシャンプーがあって、その横のやつを取ったのね。なんか知らんけど横のやつトリートメントだったの。大きさも細さも違うのに、なんか知らんけどあこれだって思って、シャンプーの横にあったトリートメント取っちゃってさ、マジアホだなって思って、シャンプーを取ったつもりだったのにまさかのトリートメント取っちゃって、シャンプーをね別で買ってくるかちょっと迷ってる。じゃあ次2日目バイバーイ。ペラチューブ、はい、ブラウンシャンプー2日目。トリートメントだけだったんだけど、やっぱりシャンプーの方がいいなって思って買いに行った。わざわざてかこれとさトリートメント間違えるのガチやばいよね。高さも幅も全然違うのに。でブラウンシャンプーをして、でブラウントリートメントもしたらこんな感じ髪色は。まあ、結構ねブラウンが入ってるけど、アッシュっていうか抑えられたみたいな感じかな。でもいい感じになってきてる、どんどん。前までもう蛍光ピンクみたいな色だったんだけど、それがね結構ナチュラルピンクっていうか普通にいそうなピンクみたいな感じになってきた。でここがねやっぱね、一回ブリーチしてから黒染めを何年か前にしちゃった部分が、この何年分だろうな、3年前とかかな、一回ブリーチしてたので、黒染めの部分がね残っちゃってるらしいから、毛先だけ次はワシャワシャワシャってやってからやろうかなっていう感じ。てか髪伸びるの早くない？エロいのかな私。じゃあ次はね3日目撮っていこうと思います。でも今で結構いい感じ。ペラチューブ、間が抜けちゃって4日目、やばい寝起きで何にも元気がない。こんな感じです。髪の毛を周りの人からは髪の毛なんかピンクから暗くなったねって言われ始めてます。4日目でした。ペラチューブ、はい、5回目のシャンプー。もう前回はなんか寝起きすぎて顔も声も終わってたんだけど、今はね5回目のシャンプー。4日目とか言うとなんかよくわかんない感じだから、前回は4回目のブラウンシャンプーで、今日が5回目のブラウンシャンプー。ペロ家から出ないさ、あのお風呂入んないからシャンプーもしないから、これが5回目のシャンプーですね。もうね結構ピンクみたいな感じじゃなくなってきてて、可愛いいい感じの色になってる。ピンクも可愛いんだけど、蛍光ピンクだとちょっと可愛いとかじゃなくて YouTuber かなみたいな感じになるから、一応ね可愛さも残しつつピンクっていうトレードマークも残しつつのちょうどいいところの色になったらいいなと思って、今はブラウンシャンプーを使ってます。トリートメントも使ってる。ブラウンシャンプーして泡立てて、でシャンプーはお湯で流さずに泡だけこうやって切って、そっから流さないままブラウンシャンプーを練り込んだままブラウンのトリートメントをつけて、で10分くらい放置して、その放置してる間に顔洗って歯磨きしてっていう風にやってるからね、結構ねあのシャンプーとかトリートメントしてからしばらくつけてます。黒はこれいつまでやろうか迷ったから、とりあえず7日間やることにした。1週間分ね、ちょうど。この動画で色の変化がわかるといいな。じゃあ次また明日。ペラチューブ、はい、昨日まで3日間なんかめっちゃ忙しくてライブとかでブラウンシャンプーはしてたんだけど、動画を撮ってなくて、これ 3,4 回くらい入った髪型がこれです。多分ね最初のピンクと比べるとだいぶ落ち着いた色になったかなって感じ。はい、それでは1週間ブラウンシャンプーとブラウントリートメント染まるかを使ってみた結果でした。ちょっと暗くアッシュっぽくなるっていう感じかな。ブラウンシャンプーとムラシャン紫シャンプーのなんか使い分けがむずいなって思ったんだけど、ブラウンシャンプーはねそんなに黄ばみが出ないけど、やっぱ紫シャンプーの方が透明感が出るかなっていう感じでした。最後まで動画見てくれてありがとうございました。
結局ね、もうブラウンシャンプーでやってたけど、こまごまと。美容室行って、ピンクブラウンをもう入れてもらいました。ペロが行ってる美容室は、YouTube の概要欄にも書いておくんだけど、周平のインスタの DM を貼っておくんで、周平のインスタの DM から予約してみてください。なんか予約サイトとかよりも、DM で直接聞いた方が早いって周平が言ってたから、まあ、よかったらね、周平のインスタの DM から予約して、行った人はペロに行ったよって教えてね。ブラウンシャンプーは、黄ばみが抑えられて、ちょっとアッシュっぽい暗い感じの色になるから、まあ、変化はあったし、動画だとあんま分かりにくかったかもしれないけど、周りのみんなにも、あ、なんか結構アッシュっぽくなったねとか、ピンクみが薄くなって結構落ち着いたねみたいなめっちゃ言われたから、ブラウンシャンプーも効果はあると思う。まあ、ここまで変えようと思ったら美容室行かないとダメだけど、ソマルカのブラウンシャンプーは結構変わりました。最後まで動画見てくれてありがとうございました。この動画が良かったら高評価ボタン、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。バイバーイ。